さあ皆さん、キッチンカンフェス楽しんでいただいていると思いますけども、改めて我々 SBS テレビで毎週金曜日深夜お届けしておりますバラエティ番組、ヨーヨロスンと申します。 MC の山田文句です。ありがとうございます。毎週見てるよ。4月見たことありやって方。ありました。あんなちびっこまで大丈夫？見せちゃダメだよ。まだ見ない方がいいかもしれないよ。見ていいよ。変な番組じゃないからね。そうですね。そう、まあ、深夜やってるバラエティ番組なんですけども、はい、実は、まあ、番組見てくださってる方は分かると思いますが、番組の中で勝手に静岡で頑張ってる企業を応援する曲というものを作っておりまして、迷惑な話ですね。迷惑な話なんですけどもね、勝手に作っておりまして、これ勝手に作ってもう6曲作ったんですよ。すごい、6曲も勝手に勝手に作って6社が許してくれたってことですね。許してくれてるんですか。そう、優しいですね。優しいでしょ。というわけで今日はそんな勝手に作った曲をガンガン披露していこうと思います。はい、楽しみにしておいてください。まずは皆さん、静岡でおなじみの中華ファミリーレストラン、ゴミ八珍、行ったことある人？ありがとう。今日もね、浜松餃子出てますけどね、ゴミ八珍もとっても美味しいので、ぜひぜひ皆さんゴミ八珍行ってください。さあ、そんなゴミ八珍を応援する曲からです。行ってみましょう。 GO GO ゴミ八珍。心が震えてるぞゴミ八珍、心の中が冷えたらゴミ八珍。
ありがとうございます。このエストラットさん、まあ、当然自分たちの企業もそうなんですけども、静岡のスポーツを支えたい、応援したいという企業なんですよ。なんで、はい、じゃあということでヨエロスはエストラストさん、そして全スポーツを応援する曲をまた勝手に作りまして、勝手に作っちゃった、はい、でエストラストさんに公式ソングにさせてくださいと。ね、すごい、大丈夫だった、大丈夫、いや僕らも大丈夫だと思ってませんですよ。あ、そうなの。でもおいいよと言ってくださって、優しい。今なんとベルテックスとかの会場にも流れてる、流れてるんですか。そうなんです、すごい、勝手にやっぱ作っていいですね。勝手に作ってみるもんですね。そうですね、そうですね。というわけでそんなエストラストさん、そしてスポーツを応援してる曲を披露したいと思います。ユノシーはちょっとじゃあ、ごめんね、マギーちゃんの前で申し訳ないんだけど、私は覚えてないから。いや大丈夫だよ、応援して、一緒にじゃあお客さんとも混じって一緒に手拍子したのお願いしますね。でも命ちゃんってね、応援だけで頑張れる。よっしゃ、ここで見てるから。あ、そこそこなの。そんなつらい。もうちょっとこっちで見てよ。さあじゃあマギちゃん行きましょうか。はい、お願いします。では皆さん聞いてください、エストラスト、そして全てのスポーツを応援する曲、 Let's Say Yes。俺ら S、 ランクは S、 進んだプライド持っていくんだ、明るい未来へ。信じるよ、 Trust、 Never give up love、 Let's say S、 Trust、 Trust。 本当の価値も分からずに、同じ毎日もコピーして、やってきたことは決して裏切らない、プライドとチームワーク、そして新しい時代を動かしていくんだ。Yeah.
なんてことない今日でもきっと妙型ハムさえあれば見えたい。ご飯のおかずどうしようならばこうしよう、妙型ハムにしよう。そのままでも焼いてもとても美味しいよ。これぞシャンプーシー。さあ皆さん、よえのステージありがとうございます。妙型ハム売ってますんで食べてってください。ありがとう。正直、真正直、妙型ハム。